簡単だとこの足の内側だけで多分こうやってやっていくと思うんですね。こうやって多分やってみなっていうとみんな多分こうゆっくりゆっくりこういう最初はこういうのがいいと思います。はい、ボールを扱うことに慣れてきて、そういうのができてきたらじゃあ右足だけにしよう。足の内側でボールを持つというのは少しゆっくりってことなんですね。なのでこっち側に来て少しゆっくりしながらここで外側に速く出ていってでこうちょっとリズムの変化っていうのが生まれてきて、ゆっくりゆっくりいけて、はい、ドリブルってずっとあの足の速い子なんか特に同じスピードでバーッて駆け抜けるんですよ。だけどそういうのって目が慣れちゃって割とついていけるんですよ。だけどゆっくりしてたやつが急にブッて速くいくと捕まえにくい状態はできるかと思います。